市長、はじめまして、藤原紀江と申します。よろしくお願いいたします。市長の内田です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速ですが、市長、はい、暦の上ではもう春ですね。そうですね、梅の花も咲き始めてきましたし、少しずつ春めいてきましたけども、まだまだ寒い日が続きますね。そうですね、新型コロナウイルスに関しても市長としてはご苦労されているのではないでしょうか。そうです、まだまだ先行きが見通せないんですが、そういった状況なんですけども、ただインフルエンザの方も3年ぶりに流行の兆しがありますので、市民の皆さんには手洗い、うがい、そういった感染対策をしっかりとした上で、可能な限り日常生活を取り戻していただきたいと思ってます。なんとか乗り切っていきたいですね。はい、はい、さて今回の市長散歩は総合公園に来ています。はい、今回のテーマはキッチンカーでにぎわいと憩いの場を、はい、ということなんですが、総合公園とキッチンカーは何か関係があるんでしょうか。実はですね、この総合公園に、はい、原則土曜日曜日また祝日にキッチンカーが来てるんです。あ、そうなんですね。はい、藤原さんはキッチンカーってご利用されたことありますか。もちろんです。もう美味しそうなお弁当とかがあると、はい、その香りにやられてついつい買って食べてしまうことがあります。あのキッチンカーはコロナ禍以前からさまざまなイベントに、はい、出ていただいて、そんな新たな出店形式として注目されてきてましたけども、はい、ただ本当にコロナ禍になって飲食に対する環境っていうのが非常に変わってきて、それを踏まえてやはりにぎわいの場を創出するコンテンツとして、オープンスペースなどへの機動性の高さというものが注目されて、キッチンカーがよりいろいろな場所で見かけられるようになってるんですよね。確かによく最近キッチンカーを見かけるようになりました。でも浦安市とキッチンカーというのは何か関係があるんでしょうか。はい、はい、浦安市にもいろいろな公共施設があるんですが、その公共施設に関して市民の皆さんからそれを利用するときに飲食提供サービスがあると便利なんですよねなどのご意見をいただいております。市としても公共施設内で民間の事業者による飲食提供をこれまで行ってきたこともあるんですが、郷土博物館あるいは中央図書館のようになかなかあそこは根付いてるんですが、そういうふうに根付いてるところがある一方ですね、はい、多くの施設で事業者が撤退されたり、あるいは撤退された後の、うん、後継の事業者が決まらないというケースが多く出てきてるんですね。なるほど。しかし根付かないとなると市民のニーズに応えるのはなかなか難しいのではないでしょうか。はい、そうなんですね。やはり常設型だと難しいということで、はい、浦安市ではその常設型の店舗ではなくてキッチンカー、これを出店していただいてどうかということで、これまで調査検討を行ってきました。はい、例えば東のプールがオープンしているときや運動公園、そういったときでスポーツの試合があるとき、さらにここの総合公園で日曜日などですね、人が多く集まるときにキッチンカーを出店していただきまして、具体的にその検証を重ねてきたところなんですね。なるほど。その検証はどのような結果が出ているのでしょうか。それで結構やはり皆さん利用されるということで、はい、昨年10月にその検証を踏まえて公共施設等におけるキッチンカー等の出店基本方針というものを取りまとめました。これを取りまとめたことによって今後ですね、利便性の向上とにぎわいの創出に向けた取り組みを進めていきたいというふうに考えています。はい、キッチンカーが出せる場所というのは決まっているんでしょうか。やはりですね、民間事業者さんの経営を圧迫しても、それはまた本末転倒になるので、はい、出店を許可する場所というのがまず基本的に近隣に飲食店が少ない、はい、そして飲食をする空間が確保できている、それとあとキッチンカーを止める場所、この駐車スペースが確保できる、この3つを条件としているところなんですね。具体的にはどこが挙げられますか。先ほども申し上げましたけども、はい、運動公園やここ総合公園、あと今はシーズンではないんですけども夏の東のプール、さらに、高須海浜公園や新しくまた護岸も整備された三番瀬の環境観察館、また境川の緑道、明美や高須などの緑道、そして旧江戸川の舞浜の護岸もきれいになってますんで、そちらの方なんかも考えてます。確かに今おっしゃっていただいた場所に飲食店があるとより利用しやすくなりそうですね。はい、家族で
また公園に来ていただいた時にですね、お子さんがお腹が空いたって言い始めると、うん、もう帰ろうかなってことになっちゃうと思うんですけども、はい、そういうゆっくりできない、そういった時にですキッチンカーがあればこのお子さんのお腹も満足するでしょうし、家族でその散歩また憩いの時間を過ごすことができるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。それでそういうことによって案外ですね、この浦安の街で子どもの頃の思い出としてそういうの残るんですよね。そうですね、よりたくさんの思い出を作っていただきたいですね、はい、ところで出店するキッチンカーはどのようなメニューのお店があるのでしょうか。浦安の工業施設などでは出店するキッチンカーはその時々で募集をかけることがありますから、絶対にそのメニューのキッチンカーが来るのかどうなのかということはわからないんですね、うん、はい、ただここ総合公園や運動公園では牛タンやカルビなどのお肉を乗せた丼物などを出す杉和音さんというキッチンカーが出店していることがありますし、また東のプール夏場ですから飲み物だとかかき氷そういったものも出店している場合もあります。もう今お話を伺っているだけでなんだかお腹が空いてきました、はい、今後ますます浦安のキッチンカーが楽しみです。市長今回もありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。公園などの公共施設への新たな飲食店の出店形式として機動性を持ったキッチンカーは今後ますます需要が高まっていくものと考えられます。もうすぐこの浦安、街が花であふれる春がやってまいります。散歩の途中などでキッチンカーを利用し浦安の春をぜひ皆さん楽しんでみてはいかがでしょうか。